皆さんこんにちは。今日はアルカキット錦糸町のダイソーに行ってきました。都内最大級の品揃えと言われるこちらのダイソーでペットグッズを漁るのが大好きなのです。そして動画の後半にはダイソーで購入した犬用の服をニコに着てもらいましたので、購入時の参考にしていただければと思います。こちらのように中に入っていくと、とってもたくさんのお菓子が並んでいます。おもちゃなどもたくさんありますね。こちら下の方を見てみると、なんとペットトレイまであります。ペットトレイは400円ほどで販売していました。さらにペット用のテントも最近は出ており、こちら布団のようなものもありますね。ペット用の布団もありました。そしてこちらが私のお目当て、お洋服たちです。なんだかちょっとこの間にものすごい量になっておりました。で、この中からいろいろ選んだんですけれども、こちらもねとっても可愛かったんですけども、蜂はちょっと羽の部分が痛そうだったので、他のワンちゃんに当たったら危ないなと思って、こちらはちょっと購入は諦めました。お値段は全て300円ですが、もう物によってはちょっとあのサメですとか、ちょっとゴジラっぽい恐竜っぽいフードにギザギザがついているものがあって、そのフェルトの部分が結構固めのフェルトで、ギザギザの部分がちょっと目に当たったりしたら危ないかなっていうところのものもあったので、あのちょっと触り心地を確かめてみて、実際にあの着せた時に目を傷つけないかですとか、他のワンちゃんと接触した時に他のワンちゃんのお顔を傷つけないかなっていうところもちょっと配慮しながらお洋服選んであげるといいかもしれないですね。ダイソーでテントウムシの洋服と、それとパンダの服買ってきました。1300円。じゃあニコさんにファッションショーしてもらいましょう。これ、あ、おもちゃじゃない、ニコ、これ取れちゃった。はいはいはい、太ったですか、あれ。ちょっと太ったんじゃないですか。なんかパチパチだな。 L サイズでタグのサイズって書いてあったんだけど、ちょっとパチパチじゃない。帽子は、帽子、はい、かぶれるかよ。はい、まずテントウムシさんです。はい、見せてあげて、ほら、かわいいフード、見せてあげて。いいじゃん。このポンポンもすごい可愛い。タグが参考サイズでタグって書いてあったら、そのまま L を買って、2個、多分今7キロぐらいかな。ちょっとぴったりめなので、オスの大きなパグちゃんはちょっと絶対入らないかなって感じ。はい、次。パンダさん。これも L サイズ。よいしょ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 。え？なんか。あ、足。このフードなんか大きいね。首は大丈夫なんだけど、肩幅がちょっとパッツンパッツンだね。で、謎の尻尾に足が。これは必要だったのか。で、さっきのテントウムシと比べてすごいフードがブカブカでかぶせにくい。逆に胸のあたりはもうちょっとおっぱい全開になっております。買ってきたお洋服でした。